受講生代表の大木です今回お越しいただきましたのはフリーランスプログラマーライターでいらっしゃいます西村誠先生ですよろしくお願い致しますはいよろしくお願いしますさあ今回から c シャープ入門ということで全十回の授業が始まります それでは、西村先生には、今回初めてお越しいただきましたので、まずは皆さんに自己紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私西村誠と言います。えっ、ー、と、フリーランス、古代教案という野望で、えー、お仕事させていただいております。はい、でね、このスライドの一枚目のね、この右下にあるね、このシーラカンスの絵なんですけど。はい。これがね、古代教案のロゴというか、その古代の魚ね、シーラカンスになってます。なるほど。はい。そうだったんですね。はい。はい。 でまあお仕事の方はそのプログラミングですよね今回紹介する C シャープを書いたり、はい、まああのライター業ですね本を書いたりということもやらせていただいておりますはい基礎からわかる C シャープこちら先生のご著書ですはい、はい、それから他の肩書きもありますよねはいえっとあの日本マイクロソフト様からマイクロソフト MVP というアワードをいただいてますこれはまあマイクロソフトの技術に精通しているといかまあいろいろブログで書いたりしている時にもらえるアワードです。うん あとはあの PHP っていうねあのオープンソースのプログラム言語で各 EC キューブっていうネットショップですね EC サイトを作る<ー>あフレームワークというのがあって、はい、それのエバンジェリストを務めさせていただいておりますなるほどいろんな活動をされていらっしゃるんですが先生今日の授業ではどんなことを教えていただけるのか今日のアジェンダですね教えてくださいはい本日のアジェンダですけどまあまずはやっぱりプログラミングの言語 C 言語というのはどういう言語か C シャープね C シャープというのはどういう言語かっていうのを 出させていただきます。はい、で、あとはその c チャートを開発する開発環境の作り方ですね。で、その開発ツールのビジュアルスタジオについても紹介します。はい、あとはまあ簡単に時間があればプロジェクトを作ってみます。はい、はいありがとうございます。 えでは、早速授業に入りたいんですが、もう先生、たくさんの方にね、着席していただいておりますね。はい、ありがとうございます。はい。先生のお知り合いの方もいらっしゃるようですね。ありがとうございます。プレッシャーになるんでね。<laughs> <laughs> 先生の応援メッセージもお待ちしております。はい、そして、えー、先ほどのアジェンダの中で、今日、あの、開発環境としてビジュアルスタジオを使うんですよね。はい、そうです。 はい。こちらインストールできる方はもうしておいた方がよろしいでしょうかそうですね。インストールしていただいた方が、あの、聞きながらね、触っていく、やることがやっぱ大事だと思うので、はい、はい。入れていただけてると、より理解が深まると思います。はい。ではですね、こちらもあの URL でお知らせいたしますので、できる方はですね、インストールして、えー、おいていただければと思います。 さあ、それでは、えー、先生で、ね、早速ですけれども、はい、授業に入りたいと思います。はい、えー、まずは C シャープとは何かですね。ここからですね、授業に入っていきたいと思います。はい。えー、まずは皆さんに先生からご質問がございます。えプログラミング言語についての経験を教えてください。 えー、A、未経験。そして B、C ーシャープを触ったことがある。そして C、C ーシャープ以外を触ったことがある。ということで、皆さんチャット欄から A から C でお答えください。お待ちしております。はい。じゃあ今日の授業を受けてくださる方、皆さんどうですかね私なんかはもう A の全く未経験なんですけれども、はい、先生どんな方が多いと思いますか そうですね。やっぱり、プログラミング言語 C シャープとね、興味がある方とかね、触ってみて、はい、まあ、未経験の方が多いかなっていうのはあるので、まあ、はい、そういう方にもね、今,今回学んでいただければと思います。はい。未経験の方、まあ、入門の授業なので、はい、もう安心してついていけるような内容ですからね、はい。頑張ります。はい。<laughs> ありがとうございます。はい、私も一緒に学んでいきたいと思うんですが、はい、はい。皆さんの今の状況ですね、教えていただきたいと思います。そして、ビジュアルスタジオの方もですね、ぜひインストールをお願いいたします。 はい。えー、それではですね、今日もうたくさん着席していただいてますね。ケイチさん、それから野崎さん、ありがとうございます。足立さん、えー、それから、勝彦さんですね。えー、磯野さん、下森さん、兵道さん、大沢さんも、今回もたくさんありがとうございます。うん、はい。えー、そして皆さんからの回答、川上さん A、えー、ししさんは C、あ、 もう他の言語も触ったことがあるということでえ関谷さん B か C あ結構もう皆さんやったことがある方多いですね,っすねはい、はい、えー、と、えー、泉さん A ですね福士さん B と C、えー、兵藤さんは C ということであ先生 A の方意外と少なかったですねあらほら特にね <A> B でね C シャープを触ったことがある人とかね今回の話は。 概要なので、はい、まあちょっと退屈になるかもしれないですけど、まあ逆にね、はい、僕が間違ってたら教えてくれるかなってっていただければと思います。<laughs> はい、万が一のことがあれば、皆さんコメントお待ちしております。はい、まあの、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、復習というか改めてしっかりとですね、今日一緒に学んでいければと思います。はい、よろしくお願い,いします。